今回は漬け汁ごとサラダ感覚で食べる発酵水キムチのご紹介。水キムチはお米の研ぎ汁で作ることが多いですが、今回は玄米甘酒で代用していきます。材料はこんな感じ。それではスタート。まずは漬け汁の材料を合わせていきます。玄米甘酒と塩とお水。通常水キムチはお米の研ぎ汁が乳酸菌の餌になって発酵するのですが、今回は玄米甘酒を使って発酵させていきます。続いて野菜を食べやすい大きさに切っていきます。今回はきゅうり、大根、人参、みょうが、ラディッシュを使いましたが、お好みの野菜で 500g ほど使ってみてください。野菜が全部切り終わったら、ボウルに入れて野菜を混ぜ合わせていきます。野菜がいい感じにミックスされたら、清潔な容器に野菜を入れていきます。今回は無印良品で買ったこちらの瓶に入れていきます。野菜を全部入れたら漬け汁を足していきます。しっかり野菜が浸かるようにギリギリまで入れていってください。漬け汁を入れ終えたら、あとは寝かせるだけです。直射日光の当たらない場所で常温で1日から2日間置いて発酵してきたら、冷蔵庫で保存してください。だいたい夏場は1日程度、冬場は 2、3日で発酵していくかと思います。冷蔵庫に入れたら、だいたい1週間を目安に食べきるのがおすすめです。そのまま食べても美味しいですが、暑くなってきたら玄米麺と一緒に冷麺にしてもとっても美味しい。ではでは、いただきます。